しがいいですね。先ほど小菅さんは最初の跳馬では 9.85 という得点を出していまして、現在1種目終わって昨日の規定と合わせてトップです。大変動きがいいです。はい、はい、しかしこの小菅さんがあの昨日の規定でも4種目のうち3種目トップという、そうですね、断然の力を発揮してましたね。はい、そうですね、ものすごい安定